どうも花でございます。今日はですね、家族みんなでこちらドン、ケンタッキ ー楽しみ大好きいいよ、食べようということでたくさん買ってきました。このママがもうずっと食べたかった。本当にもう半年間食べてないもん。半年間が長いのか短いのかよくわかりませんけども、半年間、こっちで来てね、こっちで来てくれない、こっちに来てた、一回もまだね、ファーストフード食べてないんだよ。あ、そうだね、ケンタッキー久しぶりじゃないですか。うん、どうですか、久しぶり久しぶりだよね元気を食べて、全然食べてないね。あ、本当どのくらい、そう、ケンタッキーでしょ。ひげ取った1年ぶりぐらい。ひげ生えてるよ。ひげぐらい生えるだろう。もう成人なんだよ。朝え、もうそんな生えたの。早くない。安いです。安いからそれないとかないからです。ひげがね、気になる。りゅうちゃんは久しぶりですか、ケンタッキーは。半年ぶり。ずーっと久しぶりだよ。一緒か、そうだよね。本当にうちは、まあ、ケンタッキーは佐賀にいた時はね、よくね、よくたまにほら、花輪が買ってきてくれてたよね、ドライブスルーで。はいはい、ドライブスルーがあったからね、近くに。うん、じゃあもうどんどん食べていこうかなと、こんなたくさんありますんで。食べたい。やっぱり、ケンタッキーというと、このチキンですね。オリジナルチキン。オリジナルチキン。うん、何ピース？オリジナルチキン。これ9ピース、何ピースだっけ？これ何ピース？10ピースだよね。全部で24ピース。あ、12。12ピース。8ピースパックを3つ買ってきて、全部これ。ああ、なるほど。はい、うん。で、ケンタッキーっていうのは、うん、ママが詳しいかもしれないけど、うん、部位が5つありますね。うん、5つあります。うん、まず、こちらが、これなんですか？キールでございます。キールです。キール。キールっていうのが、あの一番に一つしか取れない、うん、一番貴重なんだよね。ね、そうですよね。そうだっけ？どこなの？キールそうです。胸肉のところ。一番。あ、胸肉。うん、胸、ここのおっぱいのところ。うん、おっぱい。おっぱいとか言わないでください。胸、うん、そしてこちらが、あ、これはリブですね。これはリブ、リブだね。このあばらの、あばらのところです。ママね、これが一番、はい、うん、リブ。これママがいい。そしてこれはドラム、これ足ですね、うん、足おててね、おてて、足で、これがウィングだね。ウィング、うん、ウィングが一番人気だなって気もしますけど、どうでしょうか。私的にはリブが一番人気はドラム、ね、あれ、あとサイだね。あとサイだ、サイ、サイ。私分かるから。サイどこだ、サイ。サイはね、これ知らないでしょ、こういうの。サイ、今食べよう。うん、早く食べないとね。これはサイですね。これサイか。これサイです。これサイですよ。なんで分かるの？こういうことです。そう、ママすごく詳しいのよ。あ、こっちの方見せた方がいいかもしれない。サイ。これがサイでございます。あ、これサイです。サイ。うん、サイ。俺はサイ大好き。どれがいいですか、皆様。どれが好き？こういうのもあるんでしょ。うん。あ、これこういうのもあるね。これ大好き。これもいい。どれ？あ、これが花輪さん。これクリスプちゃった。これは何てやつですか？これなんだっけ、ラップみたいな。ペッパーマヨツイスター。あ、ツイスターか。ツイスターね。テリヤキツイスター。で、この辺がツイスターですね。じゃあ食べるときにやりますね。まずはじゃあオリジナルチキンを食べていこうか。うん。はい、それじゃあどうでしょう、リブはあばらのあたりですね、うん、はい、リブ。あとみんなどれがいい。それでやっぱね、子供が好きなのがこの持ちやすいから、ドラムとか。ドラム好きだよ。ドラム好き。それさ、紙を、最後美味しいよ。そしてじゃあリュウちゃんどれがいいですか。どれでもいいよ。ここに置いたからじゃん。どれがうまい。俺サイが好き。あなた多分サイが好きだ。サイどれ。サイこれ。サイこれか。これで、それキール。それキールだと思うじゃん。わかんねえだろ、これ。胸肉。はい、じゃあ行っちゃってください。サイはいつか。はい、じゃあリュウちゃんから。いただきますよ。いただきますよ。はい。いただきまーす。いただきまーす。はい。サイいただきます。サイね。サイはすっごいジューシーだからね。ジューシー。うまっ。あったかいね、まだね。うまっ。あったかい。キールはね、1羽にね、一つしか取れない。美味しいでしょ。1羽に1つしか取れない。うん、そうそう。うまい。で、ママどうぞ言ってください。ママがリブが大好き、ずっと食べたかったケンタッキー、いっちゃってください。うん、うまっ。めっちゃおいしい。うん、うまっ。うまいな。おいしい、最高。もう今日はケンタッキー爆食いしますんで、もうガンガンいっちゃってください。いっていいの？いいですよ。で、じゃあ俺はこれが、これは
ウイング、これ何ですか、これサイ、サイ、これサイ、うん、サイです。サイ、おいしい、めっちゃうまい、うまウイング、あれなんでこんなうまいの、なんでこんなうまいの、なんでこんなおいしいんだろうね、食べたい、クリスピー、クリスピーっていうのカリカリしてる、ちょっとね、唐揚げっぽい味がするんだよね、めっちゃうまい、これあの、ヤンニンニクがすごい効いてて、ママね、何でもクリスピー食べてないけど、どんな肉だっけ、胸肉だよ、これも胸肉の棒、うまい、うまい、うまい、うん、うん、このな、これこの中に入ってるから、それ食いたい、俺クリスピーが、これ食いたい、うん、どれクリスピー食べる、あ、これどっちがいい、赤い方、赤い方ね、うん、ママもね、こっちが好き、こっちうまい、照り焼きと、こっちがね、ペッパーマヨだって、はい、うん、ね、ペッパーマヨ、ママこれ大好き、あ、そうなんだ、美味しいね、はい、ゆーちゃん、ママもこっち大好き、よっしゃ、うん、どうだ、昔からそれ好きだよね、ゆーちゃんね、うん、うまい、うまい、うまい、うん、うまい、へぇー、元気も食べてみる、何が入ってるんですか、野菜とか入ってるの、うん、これと野菜、うん、野菜とか、あとなんかね、うん、チリソースみたいなのが入ってる、うま、これうま、うまね、これママも大好き、一口ちょうだい、うん、うまーい、おいしい、幸せですね、うん、かこれママがずっと食べたかったのかね、照り焼きなんだよ、照り焼き食べてるよ、これ照り焼きの、照り焼き派でした、うん、めっちゃうまい、ママ照り焼きあんま食べたことないんだけど、照り焼きおいしい、うん、マジでうめえ、こっちがうまい、めっちゃうまい、全然うまい、めっちゃうまい、自分だけで持たないな、こっちうまいな、うまい、うまい、こっちは好きだね、こっちうまい、で、キョウリはこっちが好きかも、これがあのペッパー、はい、こっちうまい、こっちも、うん、うまっ、こっちが好きだよね、これめっちゃ美味しいでしょ、うん、照り焼きも美味しい、すごいな、ケンタッキーマジ、もうこのコールスローが俺大好きなのね、ママ好き、ね、コールスロー、コールスローをね、この上に乗せるの、あ、いいね、それ、これがね、これアイス、乗せすぎ、え、乗せすぎ、乗せすぎた、アイスだけないでしょ、これをね、仲良しだね、こんなやっちゃってね、うん、笑ってんじゃん、笑ってんじゃん、うまっ、このね、コールスローとね、これがすごい合うの、うまっ、これ何、これね、あ、サンドね、和風チキンサンド、和風これ甘いやつ、うん、もうこれチキンカツサンド、全部同じやつ、これはのチキンフィレサンド、うん、これめっちゃ人気だよ、この和風チキンカツサンド、俺大好き、和風チキンカツ食べる、うん、これうまい、いや、俺こっちで、いや、こっちが好き、こっちが好き、和風チキンサンド、絶対好きだよ、あ、あるね、うん、和風より赤いやつが好き、ママも赤いやつが好き、美味しいよな、うまいよね、これめちゃくちゃうまいですよ、これちゃんと分厚くて、いただきます、うん、うまっ、バンズもうまいんだよ、これめちゃくちゃうまいよ、ほんとポテト食いたい、あ、ポテトもね、人気だよね、うん、うまっ、あ、これがいい、うまっ、うまっ、マジでうまい、ケンタッキーうまっ、ケンタッキー美味しいね、これは何だっけ、これビスケットだ、これビスケット、このビスケットのなんか、ね、あれなんかハニー、ハニーこれこれ、うん、はい、そうそう、これをさ、うまいのこれ、うん、美味しいよ、これをこうやって開けるわけ、パカって、でここにハニーメープルをこういう感じでね、蜂蜜をこうつけて、うん、最後うまい、よく食べるわけ、よく食べてみ、ほら、いや、うまい、こういう感じで、やっぱ骨の周りだからすごい美味しい、うまっ、うん、美味しいよ、リブ、ママが一番好きな部位です、うまっ、チキンフィレサンドがママ一番好き、わかる、わかる、うん、うまっ、これ美味しいよね、うん、サンドがうまいよね、サンド美味しい、美味しい、マジで、これすごい人気だね、食べる、はい、うまいうまい、これも美味しいけど、うん、私やっぱこっちが好きだな、うん、こっちが美味しい、ちょっと食べてみよう、
こっちうまいって。どっちが美味しい？こっちうまいね。そうでしょ？こっちがうまいんだって。うん。なあ、こっちもでも本当に美味しい。うん。でも私こっちが好き。うん、仲良しだね、あれですけど。見えてよりね。ちょっと甘いやつ。めちゃくちゃうまい。でもこれもすごい美味しいよ。美味しいんだけど、昔に本当こっちが好きだった、若い時。うんうんうん、でも最近ほら、胃がね。わかる。胃がさ、うん、甘いね。美味しいよ。ちょっと甘いけどね。うん、甘いのがね、ニワちゃんの人はこっちのサーモン、ね。こっちのね。うん、どうした？こっちのサーモン。こういうソースがあるんですよね。ね、こうバーベキューソースとかをドラムにこうつけて食べるっていう。食べる。うん。うん。まにチョキンチして。半分。嘘でしょ。あ。そう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 。うん、でここにぐるぐるぐるってこれつけるでしょ。あ、こっちにつける。うん。でパカパカサンドする。はい、どうぞ。美味しいよ。知らないの、これ、ビスケット食べたことない。マジ、うん、でもね、頼んだことないね、うん、ママは食べたことあるけど、うん、デザート、うまっ、うん、バイ、うん、うめ、美味しいよね、あの、これビスケットめっちゃ好きだ。ビスケット甘くないじゃん、うん、ここの皮が、うんうん、メープル甘いけど美味しいよな、ケンタッキーって。ケンタッキー大好き。たまに食べたくなる。ケンタッキーのなんか思い出あります？ママの昔の。ケンタッキー高くて買えなかった。うん、確かに。もう高くてもうなんか、うん、お金持ちが行くところだと思ってた。あれ、俺らのさ、高校の時は同級生の伊田くんって分かんないか、うん、伊田くんがバイトしてたんだよ、うん、あの伊田知らねえだろ、お前、うん、で、毎回この持って帰ってきてくれるんだよね、ケンタッキーをバイトしてたからっつって、それでそれをみんなでよく食べてたの、うん、めちゃくちゃうまくてさ、それが、うんうん、本当にそれからいつか絶対ケンタッキー自分で買おう、買って食べようとずっと思ってて、うん、初めて自分で買ったら嬉しかったね。うん、うん、うん、いつだったの？さあ、ケンヒットして。さあ、ケンヒットして。よっしゃ、やっとケンタッキー買えるな。購入ぐらいです。めちゃくちゃ私高校の時食べたことないの。自分で買ったことない。バイトかなんかしてた。うなぎ屋だってとかじゃなくて普通に金が貯まって。あ、うなぎ屋で綺麗に食べるよ。食れないんだったらこんなかすっごい。なんか入れちゃえば、うん、見えないから。えめちゃくちゃ余ってる。嫌いだもん。ドラム嫌でしょ。だからあのサインのところ。これも、はい、ママちゃんがいればここに、うん、いい。これもまた使おうかな、うん、思ったら、うん、うまっ。ゴミ入れにしましょう。カメラマンのハーリーがケンタッキーでバイトしてたんだって。詳しいんだって。うまい。キールはだから 1個しか入れちゃいけないとかありますよね。いや、いろいろはないんですけど、うん、でも入れる数が勝手に勝手なこと言ってんの。これはね。でもヒールって一番売れないんだよね、なんだかんだで。そうですね。うん、売れないんだよ。売れない。ほら、パサパサしい。うん、俺、うん、ママ一番詳しいから、うん、ヒールってなかなかみんな買おうとしないから、うん、結構パサパサだと生き残ってて、食べるときパサパサなのよ、ずっと売れ残りで。あ、ちょっと胸肉のね、部分だからね。うん、ミネラルのサイとかドラム、うん、あ、サイドラムがうまいな。サイドラムがやっぱ人気だよね、うん、これサイショ。これサイショ。ドラムがいい。これサイ。ドラムがね、やっぱドラムが。あれはサイでございます。サイとドラムって、うん、サイが一番美味しいんじゃない。口にたまに食いたくなるよね。無性に食いたくなるね、うん、はい、ということでございまして、今日はケンタッキーをね、うん、もうたくさんいただきました、うん、やっぱ美味しいね、うん、最高ですよ。時々食べたくなるケンタッキー、もう爆食いしましたけど、うん、まだ食べてますけどね、うん、はい、ということでございまして、美味しかった、ごちそうさまでした、うん、そうです。